皆さんこんにちは。今回は20回目を迎えました発掘された日本列島2014点から福島県新地町南小井沢 A 遺跡の紹介をさせていただきます。この遺跡は東日本大震災の復興事業に伴いまして、常磐自動車道の建設に伴って発掘調査をされた遺跡です。新地町は福島県の北側の海岸沿いにある遺跡の町ですけれども、阿武隈山地から流れ出る川がですね、この地域は海岸にたくさんの砂鉄を運んでおります。でこの福島県の海岸部浜通り地域はその阿武隈山地から出てきた砂鉄を使ってですね、製鉄を古代から盛んにやっております。で、古代の製鉄遺跡はたくさん見つかっているんですけれども、この南小井沢 A 遺跡は古代末から中世鎌倉時代にかけての非常に残りのいい製鉄の遺跡です。でその見つかっているおります粘土製の太い壁で厚い壁ですとか、粘土製の大きな土管のような、これは風を製鉄炉に送り込むための送風管なんですけれども、こういったものがたくさんまとまって出土しております。平安時代の末から鎌倉時代中世にかけての製鉄の技術というのはどのように鉄を作っていたかというのは、具体的な遺跡として良好な例が少なかったものですからよくわからないところが多かったんですけれども、この南小井沢 A 遺跡の発掘調査ではお風呂のような四角い箱型の製鉄炉を作りまして、その中に木炭や砂鉄を入れて、それを高熱で溶かして鉄にするということが技術が分かっています。その大量に鉄を作るには非常に高温で燃やさなきゃいけないわけですけれども、そのために非常に多くの酸素が必要なんですが、その空気を送り込むための太い土管のような太さを持ったこの送風管、歯口といいますけれども、これをその不意語をですね、不意語を おそらくこれは人々がシーソーのように順番に踏みながら皮袋のようなものを圧迫して風を送り込むと、この不意語からこの今回出土した送風管を通って箱型の炉に空気を送って鉄を作っていたということがよく分かりました。新地町他にも古代の製鉄の遺跡たくさん見つかっているんですけども、今回は古代末から中世の製鉄の技術が非常によく残っていると、遺跡が出てきたということで、今回展示をしたところです。